まださあのイギリスのキャリーケースを出してなかったんですよ。なんでキャリーケース忘れてて、なんで大量に洗濯が大変でした。もうしましたよ、したしたした、なんてこったで今日はさっきね夜夕方歯医者行って、歯医者に行って歯医者行ってで、なんかママも来たのママも来たの。なんか歯医者さんがある場所がなんか夜さ危ないよみたいな、やっぱ無駄な心配性なんですうちの親は。だから歯医者さん行ってママがついてきたんですよ。結構歯医者さん遅かったんでママがついてきて、ママがついてきてママとモスバーガー行って、でその後にあやかにちゃんとちょっとご飯行って帰って、洗濯物ならやって今、うん、ちょママね歯医者さん絶対ついてくるの、なんか心配らしい。何が心配なの。ママ自転車で来たのママチャリで来てほしかったわ、でもちょっと遠いんでさすがに電車で来てみました。あのね全然一人でも行けるのに、なんか危ない危ないから東京は、東京の夜は危ないからって言って、私ずっと東京に一人で住んでるのにずっと東京に一人でいるのに、なんか歯医者さん夜一人で行くの危ないからってついてきますママなんで。そうさっきのさ写真あった、あれ六本木なんですけど、そう六本木のとこに歯医者さんがおってママはあんまりよく六本木が危ないっていう、まあ、確かにそうだよね、怖いよね夜は。なんで夜じゃなくてもついてくるけど、夜じゃなくてもついてくるんだけどだからそう今日のインスタの写真はそうだから、さっきコメントでもなんか六本木で遊んでたのみたいな書いてあったんですけど、そうなんです。だからちょっとあのさっきの写真もあれママが撮ってくれたの、あの危ないよ夜の六本木は怖いでしょって言ってそうなの、さっきのインスタ写真はママが、確かに危ないイメージって確かに危ない、まあ、人は多いけど危なくはないけどね普通にパーカーくださいだってピーピーピー。けどパパこれ着れないと思うけどね、サイズ的にこれサイズ何なんと、いや着れるなら別にあげてもいいけどちょっとちっちゃいんじゃないパパ、東京わからない、そちょっとサイズ見るわ、書いてないねサイズ、ああった、あ待ってパパフリーサイズだよパパフリーサイズだって、サイズ F って書いてあるわ、やったじゃん、着てみるじゃあ今度でもパパさ着ないよこのこういうパーカー絶対パパ着ない、ありがとうじゃなくて絶対着ないってパパ絶対に着ない。でもそうなるとねフリーサイズの服結構いっぱいあるかも。ゆかさ今ねちょっと聞いて、もう服が入んなくて家にさ入んないの、もう次々にさ服が増えてっちゃうからさ、だから今あのクローゼットあるじゃん、クローゼットとは別であのなんか家具屋さんで買ったやつがあるんですよ、結構大きめのクローゼットが。
備え付けじゃない買った結構大きめのクローゼットがあって、もうそこにも入んなくなっちゃって、だから今もうそこの買った家具、うん、買ったその家具のクローゼットの前に畳んで山積みに置いてあるの、横にね、山積みで服が置いてあるわけですよ。でももうこれはどうにかしてなんかしたいんだけど、もうどうにもできなくて、うん、どうにもできないの。買ったら古いの処分しないと。でも全部可愛い服だからさ、着ないやつ劇場に送ろう。いやだからどうしようって思って、本当に結構この辺くらいまで山積みになってるの、もう。だからちょっとどうしようって考えてるの、服。でもあげるほど綺麗じゃないかもしれないし、まあ、汚くはないけど、まあまだ。ちょうどそのパーカーネットで調べてて気になったらしいよって来ました、パパママから。そんなことある？着ない服は後輩にあげるのがいい。いやでも持ってくのが大変なのよ、東京からだったら。メルカリに売れば。メルカリはやらないです。だからまあまあ弟の友達とかにあげようかなって思うんですけど、ラック買ってが、あのね、前もやってたけどね、全然それでも入んないの。でもこれでもなんかいるいらないやった方なんですけど、うわこれ絶対、あパパだった今度は。え待って、パパ結構お餅とかね、パパはなんでこれギフト投げたりしてるわけ。そう倉庫はね、あのね、埼玉にね、実家にもね服置いてあるんですけど、の実家の方に倉庫借りてて、そこの倉庫にも段ボールいっぱいに服入れてるの。けどやっぱね、でもね、こんなにさ服あってもさ着ないからさ、全部は着ないから、なんかもう、かといって私はさ、やっぱ男性のファンの方が多いからさ、例えばなんかイベントとかでお洋服プレゼントってなってもさ、やっぱ女性の方よりもやっぱり男性の方が多いからさ、いやそんなにさあれなんだよな、服が。でもなんかね、そういうのもしてみたいけどさ、してみたいの。だから女の子のなんて、だからちょっと服をプレゼントするなら女性の方がいいんだけど、やっぱね、うん、確認が入れて飾ります、ちょっとやだもん、なんかそれ、なんかやだよそれ。ダイエットしないと着れそうだよ、だって着れないしさ、着ないじゃん。そうだから女の子限定がいいんだけど、そのでもいつかなんかそういうのやってみたいなって思います。でもそういうのはやっぱりさ、ほらグループに入ってたらできなかったことだから、そういうのもちょっと女の子限定でできるからやってみたいなと思います。でも中にはあのメンズブランドの服とかも、あと男女ともに着るユニセックスのお洋服とかも結構好きであったりするので、それのフリーサイズのパーカーとかだったら、まあ男性の方もきっと大丈夫だと思うんですけど。あ、生誕祭第2部の前予約し、あ、ありがとう。12月18日の生誕祭の申し込みがあのお昼の12時から始まりましたので、皆さんぜひお待ちしてます。当たるかしら、当たる。2月18、
今日は新しいシャンプーと洗剤を買いました。新しいシャンプーと洗剤を買ったので早く新しい洗剤を使いたい。そして今日はこの後お風呂に入るときは早速新しいシャンプーを使います。なのでお風呂が楽しみなんです今お風呂いつもめんどくさい。おぎちゃん前髪、おぎちゃん前髪ね切ってない。こないだ切った。そう、こないだシャンプーは使ったことないやつ。お風呂はね基本的にめんどくさいから本当に嫌なんだけど。そう、あ、うかちゃんがお風呂楽しみって珍しいでしょ。でも今は新しいものを使うのがとっても楽しみなので早くお風呂に入りたいです。シャンプーの消費量減っ、ワンプッシュだけにしてる。ワンプッシュになった。 1.5 プッシュになった。育毛シャンプーがもうすぐ切れるのを思い出した。買ってー買ってー。何時に寝るの。いやまだ、まだだっていうかまだお風呂入ってないもん。今いろいろしててねお風呂入ってないんよまだ。今日もでもあやかにちゃんと会ってちょっとね、あやかにちゃんとちょっとだけ会ってきてっていう感じ。今日もあやかにちゃんは元気でしたよ。5プッシュしてるわ。まあでも長いもんね髪の毛ね。そうだよね、髪の毛長いわね。あやかにちゃんと会った。おぎご飯行こうよって言うから、いや行こうって言ってきました。あくび、何のシャンプー買ったか忘れちゃった。あやかにちゃんに会いたい。そうだよね。あ、待って、写真撮った、後で載せよう。相変わらず似てる。あやかにちゃんと OG 同士が会っている報告は嬉しい。あー、ミナと会ってるし、あゆ、ミナ、あくびあくび、なんでいつもあくびっていうの。いや、なんでもだよ。生誕祭でゆかちゃん歌うのです。歌うのです。あやかにも生誕祭に、じゃあやかにちゃんはねもうね多分ね、おそらくね出ません。あのきっとね皆さんの前にね立つことはねあやかにちゃん的になさそうなのです。でもなんか写真は載せてーっていうのぬえちゃん合ってます。そう、生誕祭1は太郎も出ます。出てくれるの、あるあゆとあゆが出演してくれます。こんばんは、遅くなりましたが、あけおめあけおめ、今年もよろしくお願いします。ゆかちゃんは出て、ゆかちゃんは出るやないかいそう、同い年トリオ、同級生トリオです。なので同級生揃った、写真はいいんだ。え、そうだよ、むしろあやかりちゃんが載せてっていうの、これ載せてって言って、であやかりちゃんをさ、あの新潟の時にあやかりちゃん載せたじゃん、あの三日月イタリアンとか。そしたら、コメント見せてって言ったり、あやかのファンの人いるのって言って、何人かね、あの来てくれてんだよって言って、そしたら、見たい、見せてトークって言われた。昨日の乃木坂の話か、山下美月ちゃんはゆかに久しぶりに会いたいって言ってた。嬉しい、すごくない？みずきちゃん、みずきちゃん今本当にすごいよね、めっちゃ可愛い、私大好き、すっごく可愛くて、私も会いたいな。
何人かいるね。カニファン喜ぶし、うん、だからね、私のねとこによくねカニちゃんのファンの方もね来てくださるんですけど、お話し会とかも、まあ、あとはそのヨガの遊び場にも入ってくれっていう方いるんですけど、やっぱねすごい一途で素敵よ。あやかりちゃんの写真とかあやかりちゃんのこと投稿したら真っ先に、あやかりちゃんめちゃくちゃレッスンが早いのあやかりちゃんってありがとうございますゆかちゃんみたいな、ゆかちゃんのおかげであやかりちゃんの生存確認ができてますみたいな感じで、すごいなんかすごい早いのレッスンが。生誕祭1部2部申し込み、ありがとう、やったー、本当にありがとうございます。あ、今日もね撮ったんだよね、あやかにちゃんの写真ゆかの遊び場に投稿しようって思ってた、忘れてた。でもちょっとツイッターはなんかあれだから、ゆかの遊び場に投稿することにする。こういう写真は卒業した子の写真はね、ゆかの遊び場みんないい人で、嫌なこと言う人が本当にいないの。だからゆかの遊び場はもう何でも投稿できちゃう感じ。今書く。今日は、あ、今は小間違えた、ん、ショールームをしてるよ。あやかにちゃんと少しだけ会えたよ。あー間違えた、ゆかさせっかちだからさ誤字が多いんだよ。だよー、かっこ、してずっと嬉しい、はい、どこぶりに壇上入りしてしまった。うわー、ランキング名前呼べるかな。じゃあ来た、これはうどんを食べたんです、あやかにちゃんと。うどん食べたので、うどん食べながらの写真です。なんかテーブル席がなくてさ、カウンター席になったんだけどさ、カウンター席でさ うどん2人ですすりながらお話しするの結構楽しかったみんなどっちが好き、テーブル席とカウンター席。そう、ツルトンタン、え、カウンターがいい。私カウンターちょっと緊張するから嫌なんだったんだけど、嫌だったけど、あのなんか今日はカウンター席で話すの楽しいと思ったえ、何ってならないから何って、あ、2人以上だとてそうね、
うん、でもカウンターってちょっと緊張する。面と向かわない方が話しやすいと思う。確かに。うん、あ、まあ確かにそうね、確かに確かに、ああまあそうか、確かに。おぎちゃんも一人ご飯全然できるし、一人ご飯大好き。手を握りやすい、どういうことだよ。なんだ、横に並ぶ、うん、できるできる、テーブル席、こんばんは。テーブル席の方が落ち着く。ちょうどバタバタしてて遊び場入会しそびれてそのままだった。入会の仕方教えて。あーねー、落ち着いたらゆかの遊び場で待ってるよ。ペペさん、ファニコンだよ、ファニコン。横並びの方がボディタッチとかね、ボディタッチとかしたいのねえ。そんなこ、そんな心なの、カウンターに座るのって。カウンターの方が自然とボディタッチできるから、デートの時はカウンターにしてました。そうなの。だからデートの時とかって目見てお話しする方がいいんじゃないの、そういうもんなの。違う、ファミコンじゃない、ファニコン。にでちゃんとさ目見てさ表情見えてさ話せた方がいいじゃん。だってさカウンターってさこうでしょ、こうやってこうやってさ、こうやってご飯食べて、あーこれ美味しいね、美味しいね、なんちゃらなんちゃらなんちゃらねみたいなさ、なんか嫌じゃない、こうやって食べながら、あー美味しいね、美味しいね、美味しい、うん美味しいね、美味しいねみたいな。だとさ真正面でえこれうまくないとかさ、なんかおこれ上手くないとか、なんかやった方が良くない、なんかそうチラ見みたいになるじゃんこれ。チラ見みたいになっちゃうじゃん。美味しいとうまいしか言ってない、これだから素人は。ねえカウンター席で食べるプロとかいるわけ、飯食ってる時にボディタッチはうぜえだろうな。そうだよね。私さご飯食べながらボディタッチとかされたらさ、ねえご飯に集中しなよって言っちゃいそう、言いたいのくなるんだけど。むしろえ何してんのって言っちゃいそうなんだけど。付き合う前はカウンターの方が距離を縮める、付き合ったらテーブル。おぎちゃん言いそう、いやなんかえ私ご飯食べてそんなさ、え何してんの、え何してんのって言っちゃう。多分言っちゃう。食べるの邪魔したらガチ切れしそう。あお酒の席ね、バーとかってこと？え、お酒の席でもそれ言いそうだよ。おぎゆかここ数年一人称が私になってきたね。え、そう私に変えてきてるの、徐々に徐々に。西おぎは言いそう。ガタピー？ガタピーどうなんだろう。ガタピーがもしさカウンター席でさボディタッチしてきたらさ、ガタピーはなんて返すんだろう。ええちょっとちょっとえ何してるの？こうじゃないな。ガタピーなんだろう。ガタピーどうだろう。それか逆にあえて気づかないふりをしてるか。あえて気づかんふりをするか。まあ確かにめっちゃソワソワしてそう。それか。なんかちょ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 これじゃない？これじゃないガタピー多分。ちょ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 。ガタピーこれだよ絶対。
じゃあゆかはちなみにカウンター席でボディタッチをされるっていう経験がないからないからわかんない、なんとも言えないけど、ご飯の時だったら、例えばカウンターのお寿司屋さんとかでご飯食べてて、例えば日本酒をね飲まれてて、なんかちょっとほろ酔いみたいな感じになってきて、例えばレオあのカウンター席でボディタッチとかをちょっとされたら、そう言っちゃうかも。で何してんのって、でお酒入ってるからってやめなよそういうこと。わかんない、実際言えないかもしれないしね、言えないかもしれないけど気持ち的にはそういう気持ちかも、言えないかもだけどね、実際には面と向かっては言えないと思うけど、あ隣にいるのが大好きな人だった場合、好きな人、あそれは話変わってくるんじゃない、好きな人だったら、えでもゆか好きな人だとしても、そういうお店とかでなんかそういうのは本当になんかスッて冷めちゃいそう、わかる？お店とかご飯中とかだったらなんかスッて冷めちゃいそうな気がする、え、うわわかんないわからん、嫌がれるのも悪くないです、そんな、そうそれでうまくいったっけ、そうだって、わこの人絶対やばい人じゃんって思っちゃうかも、だってそういうことばっかり、そういう風なもう慣れてるんだなって、そういうにそれでゆかも嫌になっちゃうかも、なんか冷めちゃうかも、それでうわなんかこういうのやって慣れてんだって、これやれば女の子がなんかあドキッとすると思ってるんだこの人、うえでなんかうえはなんないけど、寒この人ってちょっとなっちゃうかもしれない、誰虹、ああおじいさんだ、うん、おぎゅうか何時まで配信するの、分からん何時までだろう、この人手慣れてるなって冷めるのね、僕もよくあります、え、どういうこと、ワイラの株が暴落ゆかちゃん妄想しすぎ、なんかなんでこんな、あそうだ今日あやかんちゃんとカウンター席に座ったって話から、女の子で結構ボディタッチ激しい人いるねえ、とかってこと、妄想全開だね、ねえ違うよ案外今日はおめめがおねむじゃない、おめめおねむ今日確かにいつもくらいのおねむちゃんじゃないか、安心してくださいオイラはそんな人ではないです、よかった、コシはもうボディタッチ、コシはもうボディタッチどころかもうペロ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 してくる、かわいいんだよ、ツルトンタンは明太卵とじおうどんを食べました、いやその前にママとモスバーガー行っちゃったからね、お腹いっぱいだった、でもしっかりねあのブリュレデザートも食べた、一玉コシャになりたい、だってコシャかわいいよ、コシャ舐めてくるから握手会なら即できん即できんです、女の子のボディタッチは勘違いさせる、確かに好きなのかな俺のことって勘違いしちゃうってこと、でも好きじゃない人にボディタッチをする意味がわからない、極力だって喋
なりたくなくはないけど極力だって好きじゃないのにそんなことやったってもう無駄じゃない？だってそんなことないの？好きじゃないのにさ、そのボディタッチしてさ、気を引かせるようなことしてさ、何がしたいのって感じじゃない？わかんないわ、私はそこら辺の心理がわからん。ゆかとカウンターで飲んで元気出しなさいよって背中バシバシ叩かれたい人生どういうこと？気を引かせて貢がせる？貢がせる？なんで？そういう子にはタッチしてきた瞬間手を掴んでやる。気まずっ気まずっ。コシはね来れないのよゲストで。ナナコはカウンターの向こう側にいそう。あー確かにママ、スナックのママとかやってほしい。ナナコ絶対に向いてる。いるのかそういう人。ゆかちゃんと飲むの楽しそうですね。あーでもなんか確かにみんなと乾杯とかしたいね。ゆかちゃんがカウンターで飲んでたらあちらのお客様からです。やっていい？え、やられてみたい。あちらのお客様からですって。でもさ、あちらのお客様からですってされてさ、ありがとうございますってそっちを見ようとした時にさ、ずっとこっち見られててっていう感じだったらちょっと私あってなっちゃうかも。あちらのお客様からですって言われて、ありがとうございますって言うと思ってあっち見た時に向こうもずっとこっち見てて、だからされたらいいかあえ、わかる。そういうのあるの本当に？そういうことあんの？すでにそう、確かにすでにお会計済みで退店していたらか、確かにそういうサプライズゆかちゃんにするのは難しいな。え、じゃあそういう時はあちらのお客様からですって言われて、そっち見たら全くこっちを意識せず楽しんでいる感じでし、いあってほしいでその後に ありがとうございましたってちゃんと言うけど、バーやってるけどそんなスマートな人見たことないの。やっぱそうなんだ、あれはドラマの世界なんだね。あちらのお客様からですっていうのは、そう反応気にせず言ってほしい。そう、そしたら私から言いに行きます。ありがとうございましたって。こんなんドラマの世界だよね。現実であるわけないよね。でもゆかで無双バレた。現実は厳しいっすよ。だってでも私なんかさ、見た目は多分子供っぽく見られるの。子供っぽい、私見た、なんか子供っぽいんかね。だから多分そんなこと一生ないと思う子供っぽいから一生そんなことない気がしますけど。永遠の18歳。お裾分けされたことは、あ、ほんと勝手に注文しない、なんか好きなの飲んでは。それもいいじゃん、すごいいいね、いいじゃんいいじゃん。海外の人見るとさらに幼く見えるかも。うん、外に出るといくつくらいに見られる？わかんない、私何歳に見えますかとか聞いたことないからわかんないんだけど年齢確認はされないね。年齢確認はされないの？でも
こんばんは。あちらのお客様が。ごぼうです。ごぼうが出されんの？洋服でだいぶ印象が変わる。本当に。あくび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 。あ、ミナから LINE が来た。生誕祭の申し込みファンクラブだけじゃないです。違います。あ、どうもありがとうございました。この間の動画、空港のすごいかっこよかった。ありがとうございます。え、止まった？私全然ずっと動いてたよ。治った？なんで電波急に悪くなったんだろう。怖い。待って、すごい奇跡が起こってる。今ね、 iPad と携帯の充電が一緒。何パーセントって。待って、記念に撮ろう。撮った。すごい、すごい。iPad と携帯の充電が一緒。嬉しい。なんかすごすぎる。何パーセントだと思う？今記念に写真撮っちゃった。すごい。正解はサンキューです。 2% だったらやめてるよ、ショールーム。サンキューでした。うん、 39%。やった、なんか嬉しい。それ縁起もいいね。うん、ちょっと眠くなってきたわ。もうほぼ1時やんけ。これはもうお風呂に入るのがめんどくさくなってきた。あくび。みんなお風呂がめんどくさくなってきた。お風呂が、ああそうだ、新しいシャンプーだ。そうだ、忘れてた。新しいシャンプー使うから。お風呂、うわー、けどちょっと今新しいシャンプー自分もまだお風呂に入っていません。じゃあ一緒に入りましょう、お風呂。
今固まってる、今さ画面固まってると思った、画面固まったと思った、どう思わない？なんで思わないの？なんで？なんで思わない？どうですか？意外むずいわフリーズのはね。今のどう？今のどう？目描いて、目描きながら止まる。今のどう、ま、このこの目描いてるとき止まる。うまかった、どう、めっちゃうまかった。何やってんだ本当にこんな時間に。お風呂入るか。チョコプラさんの大好きなあのズームの、ズームでフリーズのやつでしょ、めっちゃ好き、あれ超上手だよね。みんなさ見てみて、チョコプラさんの YouTube、 なんか元気出た、あ、よかったよね、え元気出して。よし入るか。お風呂に入ってきます。うん、今から入るんだ。じゃあおしゃべり会では絶対やらないでよ、だって。ランキング13位、元吉さん、12位、てれてるもんさん、11位、酒井さん、10位、スカッシーさん、9位、ピピピ、8位、りょうすけ、7位、ひーるくん、6位、たまちゃん、5位、大ちゃん、4位、なべさん、3位、翔太さん、2位、1位、ゆずきちさん、
1位、横浜のおじいさんです。ありがとうございました。パパもう寝落ちしちゃったんじゃない、多分パパもういない気がする。じゃあ皆さん今日はありがとうございました。またね、おやすみなさい。